アイテム番号 SCP-182JP。 オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル。 SCP-182JP はサイト81にあるパスワード付きのロッカーに保存されます。現在 SCP-182JP を用いた追加の実験を行う場合、セキュリティレベル3以上の職員3名以上の承認が必要です。 SCP-182JP の影響を受けていると思わしき人物が発見された場合、速やかに対象に B クラス記憶処理を施してください。また被験者に情報を与えないように作業中の会話は禁止されています。説明。 SCP-182JP は約300ページからなる A6 番サイズの書籍です。白色の和紙で装丁されており、表紙裏表紙ともに白紙ですが、本の背に一見の本というタイトルと思わしき文字列が記載されています。SCP-182JP は巻末を除いたほぼすべてのページが白紙です。SCP-182JP にはいかなる液体、筆記用具を用いても記述をすることができず、また SCP-182JP にすでに記載されている文字はいかなる手段を用いても消すことができません。SCP-182JP の内容を一瞬でも肉眼によって認識した、日本語を母国語とする人物、以下、被験者と表記、あらゆる科学的な根拠に基づいた事柄に対して懐疑的になります。この状態の被験者はクラス B 記憶処理を施すことによって感知させることが可能です。表紙や裏表紙のみの閲覧、およびカメラなどを通して内容を認識した場合は、この影響は起こりません。その後被験者は可能な限り自らの体を用いて、その事柄を、証明、しようとします。この時、被験者が事柄について証明に成功した場合、被験者は、納得、をします。この時、SCP-182JP の一番手前の余白のあるページ内に未知の手段によって、被験者が、納得、した事柄が規則正しく上から順に記述されます。また、被験者には他に異常な特性が見られないため物理的な拘束をすることが可能ですが、拘束手段についての証明行為により拘束具が破壊、無効化される可能性があることに留意してください。現在、SCP-182JP 内に記載されている内容は以下の通りです。人間は、呼吸を行わなければ酸素の欠乏により死亡する。人間は、身体の水分がなくなると死亡する。以下、分量が膨大かつ重要性が低いため割愛。内容は人間の運動器官についてがほとんどである。人間は、出血状態が一定時間持続すると死亡する。人間は、脳組織が一定数破壊されても生存することが可能である。人間は、身体に2000ボルト前後の電圧を身体に受けると、内臓機能へのダメージ及び皮膚、毛髪の燃焼により死亡する。人間は、身体の損傷が激しい場合、自然治癒力によって体組織が一定の速度で再生する。人間は、気体のシアン化水素を吸引すると細胞内呼吸の阻害により死亡する。人間は、編集済み、を投与されると、編集済み、によって記憶の状態が変化する。1たす1は2。和神である。以下、文章が膨大かつ重要性が低いため割愛。内容は数学的、科学的基礎知識や現在証明済みの定理などについてである。フェルマーの最終定理は、編集済みによって証明が可能である。ポアンカレ予想は、編集済みによって証明が可能である。人間の骨格組織は、先端部分の角度が、どの歯によって、キロパスカルの圧力を垂直に加えた場合、切断が可能である。人間の眼球は、指によって、キロパスカルの圧力を加えられた場合、破裂する。人間の脊髄部分は、一直線上に存在する2つの異なる点からお互いに対して真逆の方向に、キロパスカルの圧力を加えられた場合、分離する。SCP-JP の特別収容プロトコルは、データ削除済み、
することによって無力化が可能である。SCP-JP の異常な特性は、データ削除済みによって生命体を編集済みである。痛いのは痛いよ。死ぬのは怖いよ。被験者は、暴露時に SCP-182-JP 内に記載されている内容についてあらかじめ納得をしています。この特性によって、被験者は同じ事柄についての証明を2回以上行うことはありません。SCP-182-JP は、県、市の図書館スタッフから、収納した記録のない本が存在する、という報告を受け、発見されました。発見時には図書館スタッフ1名が SCP-182-JP に暴露しており、エージェントの到着時には窒息で死亡していました。その後、図書館内の全員に記憶処理を施し、カバーストーリー、持病の発作、が施行されました。その後、SCP-182-JP はエージェントによって当初、読むと窒息により死ぬ本、として回収されました。遠隔アームと監視カメラを用いた調査の結果、SCP-182-JP の巻末に以下の文章が書かれていることが判明しました。我々は知的生命体である。知識。すなわち我々と言っても過言ではない。だが我々は実に多くのことを知らなすぎる。学校の教授の言葉や根も葉もない噂をただただ受け入れ、その内容について一切の疑念を持たない。本当にそれは、知識、と呼ぶべきものなのか？血は赤いものである。というただの言葉ではなく、実際にえぐり出して目で見たその血の赤さこそが、知識、なのではないのか？人間は多くの知識を間違えている。私はそれを証明するために本書を執筆した。百聞は一見にしかず、良い人生を。現在調査を行っていますが、という人物は発見されていません。SCP-182-JP を用いた実験記録は、下記を参照してください。実験記録バツ182、対象、B-18201。実施方法、対象を SCP-182-JP に暴露させる。結果、B-18201は、そういや人間の体には水分が必要って言うけど本当にそうか？と発言し、その後一切の飲食行為を拒否。強制的に食事を与えた場合は嘔吐した。対象は8日後に死亡。分析。SCP-182-JP の効果が判明。結果を受け、特別収容プロトコルを変更する。実験記録バツ182。ロ、対象、B-18202。実施方法、対象に SCP-182-JP のおよそ中央の白紙のページのみを見せる。その後、影響を受けたかテストを行い、影響を受けていた場合、人間の体に水分は必要か、と質問する。結果、対象にいくつか質問を行い思考を誘導し、影響を受けていることを確認。上記の質問に対しては、はあ、当たり前だろ。人間は身体の水分がなくなると死亡するんだ。俺でもわかる。と回答した。分析。SCP-182-JP への暴露は1ページのみ。おそらくほんの少し中身を見ただけでも起こりうると考えられる。また、SCP-182-JP 内に記述されている内容については被験者はあらかじめ納得していると思われる。実験記録バツ182、対象、B-18203。対象の母国語は中国語である。実施方法、対象を SCP-182-JP に暴露させ、中国語を用いていくつかの質問を行い、影響を受けているか観察を行う。結果、対象は SCP-182-JP の影響を受けていないと判断された。精神鑑定によって対象は正常であることが確認された。分析。
日本語以外を母国語としている人物は SCP-182JP の影響を受けないと考えられる。他の言語を母国語とする D クラスを用いた追加の実験を要求する。実験記録抜粋182に対象 B-18209 実施方法対象2クラス B 記憶処理を施す。結果、対象から SCP-182JP の特異性が消え失せ、精神鑑定によって対象は正常であることが確認された。分析、被験者に対して記憶処理が有効であることが判明した。なお、SCP-182JP の内容に記憶処理のものと思われる記述が追加されていた。クソ、もっと早くにこの実験を行うべきだった。一体何人の D クラスが犠牲無駄になったというんだ。アザクラ博士。実験記録抜粋182。ほ、対象、B-18210。実施方法、あらかじめ対象に記憶処理を行い、識字能力が見られないレベルまで知能レベルを下げた上で対象を SCP-182JP に暴露させる。その後、1たす1。2という文字列を対象に見せる。結果、対象は1たす1は2を自分の指の本数を用いて証明し、非常に満足げな表情でうなずいた。SCP-182JP には、1たす1引く2は真である。という記述が追加された。分析、母国語が日本語でさえあれば、被験者になる条件に識字能力は関係ないことが分かった。読み書きができなくとも影響を受けるのか。さて、1たす1がもう使えないのは痛手だぞ。アザクラ博士。実験記録抜粋182。え、対象、B-18231。実施方法、対象を SCP-182JP に暴露させ、3以上の自然数 N において、X、N、たす、Y、N、D、N を満たす自然数、X、Y、D の組は存在しない。という文字列を対象に見せる。さらに、被験者にはフェルマーの最終定理についての記述がない数学の雑誌や教科書、電卓、辞書を与える。結果、対象は険しい顔つきになる。36時間後、対象は非常に満足した表情で、わかった、わかったぞ、と述べた。SCP-182JP には、フェルマーの最終定理は、編集済み、によって証明が可能である。という記述が追加されていた。なお、この証明方法は、詩のものとほぼ一致する。分析、B。18231の最終学歴は中学卒業であり、その学歴を考慮しないとしてもこの時間で解くというのは本来であれば不可能に近い。さらに対象は、フェルマーの最終定理、という言葉を知らされなかったにもかかわらず、SCP-182JP にその言葉が表記されたことは特筆に値する。対象はフェルマーの最終定理、をごく短い時間で、しかも暗算で証明した。ということは、他の定理や未解決の問題でも同じことが可能なのではないか。研究員。実験記録抜粋182。と、対象、B-18233。実施方法、対象を SCP-182JP に暴露させ、現在証明が完了していない。データ削除済み。についての文書を見せる。また、関連書物として、データ削除済み、に関する書類、そしてノートと筆記用具を与える。結果、対象は苦悩の表情を浮かべ、ノートに文字を大量に書き込み、6日後に脱水症状で死亡。対象は食事を取らなかった。分析、対象は考えることに必死で食事を取らなかったと見られる。次回からは点滴による栄養補給を要求する。データ削除済み。について有益なデータが得られた。
ノートの解読の結果から推測するに D クラス2人分で証明は完了するだろう。博士。実験記録抜粋182。地対象、編集済み。実施方法、データ削除済み。結果、実験は無期限延期されました。詳しくはホイを参照してください。分析、なし。ホイ、182。SCP-182JP の特性の特定。解明作業が進むに伴い実験の回数が増加傾向にあったことを受けて、SCP オブジェクトの収容違反につながる可能性がアザクラ博士によって指摘され、現在進行中の実験の延期、および収容プロトコルの改定が提言されました。提言は承諾され、実験の延期処置の実施及び当該オブジェクトの特別収容プロトコルが改定されました。